P&G ジャパン P&G 製品一覧、ビダルサスウン P&G ジャパンマックスファクタービダルサスウンビダルサスウンは、イギリス生まれのイスラエル人であり、ヘアドレッサー、実業家である。ユダヤ人の両親の元ロンドンのハマースミスに生まれる。両親は、ユダヤ系で、父親のジャックサスウンは、ギリシア北部のサロニカ出身で、母親のベティベリンは、 ハンセム暴力により1890年代後半にキエフから逃れ、英国に移民した家族の一員であった。また、弟が一人いる。父親は女たらしで3歳の時に家を出て行った。母親は貧しさからビダルラ息子たちを7年間ユダヤ稽古寺院に預けた。母親は月に一度息子に面会することしか許されなかった。 第二次世界大戦で、ウィルトシャーのホールートに疎開するまで、キリスト教系の学校に通っていた。14歳で学校を中退し、メッセンジャーの仕事を経て、岐阜の援助を受ける用室へ、見習いとして働き始めた。第二次世界大戦時、17歳だったため、若すぎて、正規軍に入れず、ユダヤ人退役軍人によって、イーストロンドンに組織された高派シズムの民兵組織。 43グループに加入。43グループの中で最も若いメンバーであった。1948年には、イスラエル国防軍に参加、第一次中東戦争で戦った。2010年に公開されたドキュメンタリー映画、ビダルサスーンでサスーンが語ったことによると、彼は、メイフェアにあったレイモンド別荘ネのサロンでの修行が、現在の自分の技術の元になったという。彼が最初に、 自分のサロンを開いたのは1954年のロンドンであった。1963年、サスーンは古典的なボブカットを元とする新たなヘアスタイルを発表した。髪の毛を切る際に頭をいくつかに区画分けして、それぞれの区画の髪の毛をクリップ等でまとめて留めて分けた上で、髪の毛を人差し指と中指の間に1センチメートルほどの厚みで引き出してから切る。 サスーンカットは現在の利用師や美容師の基本技術となっている。サスーンは1982年にエルサレムのヘブライ大学に反ユダヤ主義研究のためのセンタービダルサスーン反ユダヤ主義国際研究所を設立。2009年には大英帝国勲章を受賞している。2011年に白血病であることを公表し闘病生活を送っていたが、 2012年5月9日にロサンゼルスの自宅で亡くなった。84歳であった。サスーンは4度結婚しており、最初の結婚は1956年で28歳の時。サロンのレセプション担当の女性と結婚したが、1年で結婚生活は破綻した。2度目の結婚は米国に居住後の1967年で39歳の時。 18歳も年下の女優、ビバリー・アダムスと結婚した。サスーンは、ビバリーとの間に3人の子供に儲け、結婚生活は13年にわたった。1975年には、ザ・ビバリービダル・サスーン賞というトーク番組で、夫婦で司会をしたり、美容と健康の1年という本を共同出版するほど仲が良かったが、1980年に離婚している。ちなみに、長女は、 女優となったが、2002年1月1日、薬物の過量を服用によって死亡している。1983年に3度目の結婚を果たしたが、2年で破綻。4度目の結婚は1997年、69歳の時だった。子供は、ビバリーとの間に設けた3人と、養子1人の4人にいる。サスーンは1980年代初頭までは、自分の名前を、 利用品会社に販売していたが、1980年にヘレン・オブ・トロイ社に家電美容製品部門を、1983年にリチャード・ビックス社にシャンプーなどのヘアケア商品部門を、2003年にリージス社に25店舗のサロンと4校のアカデミーを売却している。ヘアケア商品部門については、1985年に世界的な日用品メーカーである。 プロクターギャンブルがリチャード・ビックス社を買収したため、それ以後は P&G がサスーンの名前を冠したシャンプーやコンディショナーを販売していた。ところが2003年にサスーンはアメリカ合衆国連邦裁判所において P&G 社が同社の他ブランドであるパンテーンなどを優先し、ビダルサスーンブランドをないがしろにして自分の名前を汚しているという内容で、 P&G に対して訴訟を起こした。しかしながら、両者は真理の回収を待たずに1年後の2004年9月に和解している。ヘアケア製品については、大国で生産され、P&G 社の日本法人である、プロクターギャンブルジャパンを通して販売されている。2008年春に、ファッション、ミュージック、ヘアスタイル、流行はこの3つによって生まれる。過去も、未来も、 というコンセプトのもと、スタイリストのパトリシア・フィールドと、日本の音楽業界からアムロ・ナミエを迎え入れ、商品名をプレミアム・ビダルサスーンとし、パッケージも中身も一新した。2009年10月には、スタイリングシリーズが9年半ぶりに、全面刷新され、すべての髪型を網羅する12アイテムに再編された。2010年7月28日には、ヘアケアシリーズを刷新。 同時にイメージキャラクターがアンジェラベイビーに変更されている。なお、ヘアーカーラーに関しては、中堅学習家具、照明機器のメーカー、小泉産業の関連会社で、電気製品の製版一貫メーカーである小泉製機が日本向けに輸入販売している。ラインナッププレミアムビダルサスーン、スタイリングシリーズ CM、ありがとうございます。